アルベルト・グスタフ・アリス・ティデス・エデルフェルトはフィンランドの画家。フィンランド大公国に住み、完全独立する前のフィンランドから、フィンランド文化を世界に発信した。1854年、建築家、カルル・アルベルト・エデルフェルトとアレクサンドラ・ブラントの間の息子として、ポルボーで生まれた。両親ともスウェーデン系フィンランド人だった。1869年から、 フィンランド美術協会の絵画学校で学び、その後は1871年から1873年まで、アドルフ・フォンベッカーの下で学んだ。1873年から1874年まで、アントウェルペン美術アカデミーで歴史画を勉強した後、1874年から1878年まで、パリのエコール・デ・ボザールで、ジャン・レオン・ジェロームの学生になった。パリでは、 アメリカ出身のジュリアン・オールデン・ウィアーとスタジオを共用。ウィアーはエデルフェルトをジョンシンガー・サージェントに紹介した。その後、1881年から1882年までサンクトペテルブルクで学んだ。1888年にエランド・ラ・シャペルジョ男爵と結婚、一人の子供を設けたが、エデルフェルトは他にも多くの愛人を抱えた。海岸で遊ぶ。 男の子たち、1884年。エデルフェルトは、国際的な評判を得た、最初のフィンランド人美術家の一人だった。彼は、パリで成功を収め、1889年、パリ万国博覧会で、金メダルを授与された。彼は、ルイパスツール、愛の悪手、ロシア帝国王家など有名人の肖像画を描いた。エデルフェルトは、フィンランドにおける、 写実主義の思想の一人であった。彼は当時の若いフィンランド人画家に影響を与え、同僚のアクセリガレンカレラやグンナルベルントソンがパリでブレイクするのを助けた。学生の一人にレオン・バクストがいた。ルイ・パスツールの肖像画がパリのサロンで展示されると、エデルフェルトはレジオンドヌール勲章を授与された。エデルフェルトは 一家の友人であった詩人ユーハン・ルードビーグ・ルーネベリを崇拝していた。ルーネベリはエデルフェルトに深く影響、後にエデルフェルトの作品にフィンランドの歴史シーンが多く現れる結果となった。エデルフェルトはルーネベリの資質と歴史物語を題材に絵画を描いた。2004年、エデルフェルトの誕生150周年記念として100ユーロの記念コインが作られた。 キリストとマグダラのマリア、1890年。ありがとうございます。